どうも、だるいもんです。今日もブラブラとお散歩に出かけようと思いますが、その前にちょっと寄り道をしていきたいと思います。まあそんな感じで今日の Vlog もお散歩動画になってしまいます。では今日の Vlog スタートです。お散歩前にこちらハードオフによってちょっとオールドレンズなどを物色していこうかなと思います。なんかね、最近ちょくちょく写真なども撮っているので、またまたレンズが欲しくなってきてしまいました。では中にいいのがあるのか見ていきたいと思います。こちらのレンズを買いました。キヤノンの FL レンズ 50mmF1.8。 どんな感じなんでしょうね。ちょっと中にカビがあるらしいんですけど、とりあえず分解して掃除をしてカメラに取り付けて使ってみたいと思います。お散歩に向かおう。その前に何か食わせないと奥さんに怒られる。久しぶりのビオトピア。今日もインテーキ、散歩のしがいがありそうです。ちょっとこの間になんかワンちゃん専用カフェなんかできてる。これは犬用のあれだよね。大型犬、中型犬って書いてあるんだから、犬用のご飯もあるんだ。奥さんこれ人間用だと思って食べたがってました。なんか。なんかこれ、全部セットになってんだ。これあれば、ちょっと瓦でこれできるんじゃないかな。これ、買ってこうかな。ちょっとこれ瓦で良さそう。これ全部セットになってるの。パスタができるんだって。あ、これいいね。うん、これいいじゃん。一人用だし、ちょうど。ちょっと、また一人用だ。これ一つ持っていけばいい。うん、これ山とかでもいいんじゃない？うん、一人でこれできるんだね。これ、登山とかでもちょうどいいんじゃないのかね、これは。あ、こっち二人分。じゃあ、いや、こっち一人分とかだって、ほら、一人前とか。じゃあ、これ、あれ？あ、混ざってんだ。こっちが。ああ、一人分でいいですよ。これと、だってメスティンがあればこれでできちゃうってことでしょ？うん。うん、これいいんじゃない？今度メスティンでこれちょっと試してみたいと思います。まあ、瓦行かなくてもね、庭でできるんで、これや試してみよう。ちょっとご飯が食べるところが空いたので、ご飯を食べに行きたいと思います。久しぶりにおしゃれにご飯です。今日は何があるんだろう？ A セット。なんか A セットと B セットがあって、奥さんは B セット。ハワイアンセットみたいの頼もうとしてる。で、じゃあ俺 A セットで、A セットの場合はこのどっかから選ぶんでしょ？ロールキャベツがいいや。ご飯食べるとこ、外もあるのですが、外はちょっと寒いので中にしておきます。昨日ちょっとセンサーにゴミがついてたんですけど、とりあえず昨日センサークリーニングしてみて、取れてるのかはちょっと心配なので、今日はその試し撮りもあります。どうなんだろう、取れてんのかな、ちょっと気になるな。先ほど買ったこちらのレンズ、なんかすごい綺麗に映りそうな気がします。ちょっとね、中にカビとかあるけど、なんかいい感じで撮れるかも。どうしよう。分解して掃除をした方がいいのか。いや、でもした方がいいだろうな。悩むわ。ちょっと朝から豪華なものを食べ過ぎかもしれません。これ食べたらもう必死になって散歩しないと。汗じゃないかな。お昼らしいですけどね。これも食べたらこれ、もう必死になって散歩ですよ。うん、ねえ。絶対これ食いすぎだわ。まあでもちょっと、美味しそうなんで、いただきたいと思います。ちなみに食べ方はよくわかっていない。食いにくいな、これ。ぎゅうぎゅうに詰めすぎなんだよ、これ。あっつい。グーです。これ美味しいんですけど、なんか、自分には食いにくい。フォークとナイフを使い慣れてないせいか食いにくい。箸で食いたい。なんか奥さんはこんなハワイアンっぽいやつを頼んでおります。いや、これも絶対昼から食いすぎだと思います。頑張って散歩しないと。このカロリー消費しないと。こちらのバター。こちらね、バジルベースでなんかちょっと美味しい。うん。なかなか美味しい。スパンもなかなか美味しいですね。これはもしや、あの人がよく食べているビーツですかね。なんか色がビーツっぽいです。ちょっと食べてみたいと思います。ビーツです。食
食べたことあるような感じのないような感じのよくわからない。これ一個食っただけでもお腹いっぱいなんですよ。まあしょうがない、頑張って食べるか。玉の豪華なお昼、食いすぎて苦しい。はあ、食いすぎたわ。ここのビオトピアってブルックスコーヒーの直営なんですよね。だからなんかコーヒーとかはいっぱい売ってるんです。コーヒーの道具とか、なんか不思議な感じのお店です。なんとなくマスクを買っていこうと思います。ふがしとか懐かしいけど、豆乳ふがしだって。なんかわあ、ふがしとか食いたいけどね、ここは我慢我慢。また奥さんがお酒を物色中です。もう帰ろうって言ってんのに奥さんがなかなか帰ろうとしない。未だに買い物が終わらないです。帰りたいんです。ちょっとエクスプラザー入れるみたいなので、入って奥さん一生懸命運動させたいと思います。ちょっとそう肥満なので頑張ってください。頑張ります。屈伸運動をするみたいな、このゲームっていうか、なんていうか、これをやってもらいたいと思います。頑張って。年代は言えない。負けてるよ負けてる、ほら、あと5秒、あと5秒。嘘だ、それは絶対ないわ。20代のわけないわ。対20代は嘘ですね、これは。こちらは本気でラジオ体操らしいです。ほら頑張ってやんないと、ほら頑張ってやんないと、カロリー消費しないよ、あんな食ったんだから。ラジオ体操ちゃんと本気でできるのか。さあ今より本気でラジオ体操です。吸って吐いて吸って、はいはい、真剣に頑張ってやってくださいよ。ドンドン、ラジオ体操で疲れ切ってる奥さんです。あれが奥さんの歩き方らしい。こちらがうちの奥さんの歩き方らしいですが、なんか普通のとちょっと違う。さあうちの奥さん、まっすぐ立っていられるのでしょうか。バランスチェッカーやっていきたいと思います。チャレンジステージでしょう。バランスチェックしてください。またなんか15秒かよ。ちょっともう一回やってみよう。せめて10秒ぐらいは頑張ってください。あれさっき16秒だっけ。スタート前でグラグラですよ。ダメだ。7秒ですよ、7秒で終わりですよ。あまりにも不甲斐ないので、ノーマルステージをチャレンジすることにしてみた奥さんです。ノーマルはただ片足で1分間立ってるだけなんですね。でもそれもちょっと無理そうな気がするな、さっきのあれを見てると。おー、なんか今回はやめ、無理っぽいな。ちょっとなんかグラグラしてるからこれ持たないな、1分。お、もうすぐ30秒ですけど、なんかもうちょっとフラフラしてる。おーおーおー、1分やってられないんじゃないのこれ。どうなの。はい、10秒ですよ。やっと。とりあえず片足1分は立ってられましたね。チャレンジは無理みたいですけど。痛いっす。いや、空いてるからね、ほんと、いろいろできて楽しいです。ちょっと富士山を見に行きたいと思います。あ、涼しい、外涼しい。いやー、ここから見る富士山、綺麗ですね。もう、雪飛んじゃってるね。真っ白い富士山が見たかったけど、まあ、しょうがないよね。さっきの高いところから見たときは、街灯が邪魔だったんですけど、こっちの下に来たら、ちゃんと富士山だけ、見えるようになってて、なんかちょっといい感じ。ここからだとね、ちょっと富士山だけちゃんと見えるんで、ほんと、いい感じですよ。なんかぐるーっと散歩できるみたいなんですけど、行けるところまでちょっと行ってみますか。階段があったら、そこで戻ってくるような感じで、ちょっと行ってみたいと思います。ここ行けるのかな？不安になってきたんですけど。奥さんがいるから、とりあえず行けるところまで行ってみたいと思います。はぁ、自然だ。田舎って最高。この辺に生えてるのもやっぱなんか大根のような気がするな。なんかほんとそこら辺に生えてるのがみんな大根に見えてきて。ああ、ここから見るとね、こうみかんを入れて綺麗に取れるかもしれない。奥さんはそれを狙って取っているのかもしれません。いやーでもね、これもう少し空気が澄んでたら綺麗な富士山になってたんでしょうね。ちょっとそこだけが残念です。いやー、今日暖かくてね、もう絶好の散歩日和ですよ、今日はほんと。いやー、あったかい。
もうつぼみがついてますね、ほんと。ほんと今日は。散歩日和だわ。奥さんにアルファ貸してあげたんですけど、マニュアルしか使えないので、使えるのかな。ちょっと一応ね、説明はしたんですけど、一生懸命、ぐりぐりやっております。なんだろう、これ。なんだかわかりませんが、もう、花咲いてますね。ああやって、カメラを使っててカメラにはまるのでしょうか。どうなんでしょう。なんかすごい、目白がすごいいっぱい。目白だらけ。うわ、すごい。え、これ全部目白？すごいよ、これ。なんでこんな目白がいっぱいいるの？うん。全部目白だよ。すごい飛んできてるの。うん。すごい、すごい。うわ、目白だらけになっちゃった。目白すごい。いや、なんかここずっと散歩できるみたい。なんかいいな、ここは。あのとこに休憩所がある。もうこの辺は畑なんですね、これ。今日もお散歩動画になってしまいましたが、ここの松田だかな、ここ松田だと思うんですけど、ここのビオトピア、結構広くてね、散歩とかいろいろできるんで楽しいです。ちょっとね、時間があれなんでぐるっと散歩できなかったんですけど、まあ、ちょこっと散歩してみました。まあね、こんな感じで今日の Vlog は多分終了すると思います。多分ね、あとセンサーのゴミが気になってたんですけど、それも帰ってチェックしたいと思います。まあ、今日の Vlog はこの辺で終了します。では、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント、バッド評価、何でもいいので、とりあえず入れといてください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。